ポール・ジョン・キーティングは、オーストラリアの元政治家。第24代オーストラリア首相。キーティングは、シドニー郊外のバンクスタウンで労働者階級の家庭に生まれた。ボイラー製造工の父親マット・キーティングは4人の子供を持ち、アイルランドカトリックの労働組合代表であった。キーティングは、カトリックの学校で教育を受けた。キーティングは、 ジェームズ・スカリンが1932年に辞任して、以来初のカトリック教徒の労働大臣であった。キーティングは14歳で学校を卒業すると定員になり、続いて、労働組合の調査助手となった後、加盟資格を得るとすぐに労働党に加盟した。キーティングは、労働党で、ローリー・ブレレートン、グラハム・リチャードソン、ボブカーのような著名な活動家と出会う。そして、 1990年代に労働党党首となるニューサウスウェールズ州のジャック・ラングとの友情を深めた。キーティングはラングと州ごとに政治について議論を行い、1972年には彼の労働党の党籍回復に成功した。キーティングはシドニー西部郊外のブラックスランド労働党代表の議席を得て、1969年には25歳で、 下院議員に選出された。ボブ・ホーク政権下で改革派の財務大臣として就任し、1991年にホークの後を継いで首相に就任すると、1993年の難攻不落の総選挙では混乱した勝利を収めた。首相に決めで経済問題にますます関心を持ち始めた有権者にその青写真を印象づけることに失敗し、 1996年の選挙で敗北し、首相を退いた。ありがとうございます。